さあ今日は、大曽根温泉湯の城をご紹介します。パチンコ店キャッスルの敷地内にあります。名古屋ドームから一番近い銭湯ということを売りにしたスーパー銭湯でございます。パチンコ店キャッスルが経営している温泉です。岐阜にもありますね。湯の城、大垣に。ナノ温泉。そして、高濃度炭酸がおすすめです。こちらの特化しているところは、30度のかなりぬるま湯の温泉があるところが特化しているかなというふうに思いますね。他は、壺湯など、ナノ湯、高濃度炭酸など、名古屋のスーパー銭湯では当たり前のような銭湯が揃っている感じですね。もう一回言いますけど、30度の超ぬるま湯の温度があるかな。ちょっと冷たいですね。水風呂みたいな感じですね。やっぱ29度、30度。でも、水風呂が苦手な方はおすすめかなと。で、楽しみ方もこのように書いてありました。名古屋ドームから近く、朝6時から極上のナノ湯が楽しめる温泉です。岩盤浴は3個ありましたね。そして1個がクーリング。こちらの銭湯はクーリングがかなり温度設定が低いですね。もう寒いぐらいの感じで、それも特化しているのかなという感じですね。あと宝石サウナなどなど、結構女性には大人気、若者がほとんどでしたね。温泉は高齢者の方もいましたけど、岩盤浴はほぼ若者やカップルで大にぎわいな温泉でしたね。日曜の昼3時ぐらい行きましたけど、岩盤浴は満席でしたね。結構あれかなという感じです。ぜひ興味がある方はご来店ください。銭湯も動画上げてますので、そちらの方もご視聴のほどよろしくお願いします。塩サウナがないのが残念。ではバイチャー。